さて次は生き生きと生活を送っている、一人暮らしの方がいらっしゃるわけですが、そこには特別な、ツールといいますか、あるものがあったんですね。はい、ご覧ください。神奈川県にお住まいの若宮雅子さん77歳。結婚の経験はなく、7年前に母親を亡くして以来一人暮らしです。ずっと母の介護を10年間やってましたから、その頃に比べれば楽です。週に2回、若宮さんの家には決まって来客があります。一体何が始まるんでしょう。じゃあ皆さんどうぞよろしくお願いいたします。カバンから出てきたのはパソコン。若宮さんは10年前から地域のシニアを集め、自宅でパソコン教室を開いています。この日の授業では図形を組み合わせて日本の伝統文様を作ります。細かいマウス操作を2時間かけて丁寧に教えていきます。やっぱり独居老人ですから、こうやって毎週ね、皆さん気心の知れた方がいらっしゃってくださって、一緒に勉強できるっていうのはやっぱり楽しいです。若宮さんがパソコンを始めたのは60歳の時。母親の介護であまり外出ができず、家でできる趣味を作ろうと思ったことがきっかけでした。パソコンを習得したことで若宮さんの生活は大きく変わりました。夕方5時、ほぼ毎日若宮さんの電話が鳴ります。もしもし、こんにちは、こんばんはっていうかしら。はい、こんにちは。今日は寒くなりましたね。大丈夫？今日は元気だった？いや、こっちはね、今にも雨が降りそうだったけど。電話の相手はパソコンで知り合った友人。独り身の若宮さんを気遣って6年前から電話をかけてくれます。さらに若宮さんはパソコンを使って今取り組んでいることがあります。訪ねたのは同じ市内の近藤さんのお宅。失礼いたします。若宮でございます。どうも、どうも、本日はお邪魔いたしまして、失礼します。本ですよね。そうです、そうです。じゃあこれなんですけど。ある大学の同窓会誌を受け取りに来たんです。自宅に戻るとすぐにパソコンに向かいます。冊子に載っている近藤さんが書いた戦時中についての記事を打ち込むためです。若宮さんは8年前から仲間たちと一緒にあるホームページを運営しています。出征した兵士の手記、昔使っていた道具の写真など、個人から見た歴史という観点で記録し公開しています。もう出版されたものとかそういうものはもうすでにあるわけですので、いろんな面の戦争中の記録を残したいなということで始めました。若宮さんは資料を譲り受けては日々記事を増やすことに生きがいを感じています。3年前にはこんなものも作りました。死後残された人たちへのビデオメッセージ。若宮さんは司法書士と立ち会い人同席のもとビデオの撮影を行い、この映像をもとに正式な遺言状を作りました。本当に長いこと
世話になりました、ありがとうございました。でこんな勝手なお坊さんの勝手な生き方っていうのを旗で温かく見守ってくださってどうもありがとうございました。でまた、ただ一辺の遺言状を古書に役場に持っていくとか、それよりもこういうビデオがあった方がなんか皆さんにより理解してもらえるんじゃないかということで、あくまでも何て言うんですか、そういうものですけど考えてみました。素敵若宮さん若い、やっぱり感性とか好奇心って年取らないってことですよね、うん、それに思うままこうちゃんと実行してらっしゃるって素敵で、運がいいですね、うん、勝手なおばさんの勝手な生き方を皆さんここまで見ていただいてね、うんうん。